こんにちは、リアルスタイル川内です。鬼木さんの教え方を見てると、ドーナツ、隙間、ニョキ、ちょっとこうサッカーにはなかなかつながらない言葉っていうのがよく出てくるんですけど、はい、でまたそれをどっちかっていうとよく使われてる、はい、サッカーを教えるのに、はい、サッカー用語じゃないことをよく使われてるんですけど、はい、それってなんか狙いとか、はい、なんか気づかせるためにっていう形で、はいはい、特別意識してされてたりとかするんですか？なんで使い出したかちょっと もはや忘れてしまったんですけど、はい、なんかこう選手とイメージを共有することってすごく大事だなっていうふうに思っていて、例えばあの時のあのプレーをさって言ってもその試合見てなかったりだとか、あいつの動きはって言ってもえみたいになることが多かったんですけど、まあ、僕あの本当小学生から大学生とか大人までいろいろ見させてもらってる中で、うん、音、そういった音を使ったり、言葉でその共通のイメージをするとすごく理解が深まるというか、同じ絵を僕の頭の中にある絵というかを、選手たちと共有することがしやすいなってある日気づいた時があって、そこから例えばニョキだったらなんかニョキっぽいなっていうので小学生になんかここを例えば難しく説明しようと思えばいくらでも説明できると思うんですね、はい、なんか、背骨をどうのこうのとか、こう骨がどうのこうの、筋肉をどうのこうのって小学生にはもう一切伝わらないので、はい、でもニョキニョキ言ってたら子供たちがテンション上がって勝手に真似してくれて、はい、っていうのを恥ずかしながら逆に今度は高校生とかにやっていくとちょっと恥ずかしながら真似してくれたりだとかしてくれたりした時にイメージの共有がしやすかったので、はい、そのイメージの共有ってところをするのにそういったワード、共通のワードを使ったり、あとは映像を使ったりとかっていうのでやってるんですけど、ではもう本当にドーナツ、はい、聞いたものあのみんなが知ってるドーナツ、そうです、はい、ニョキってなんか、はい、ニョキ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 っていう、はいはい、そうです。なんでもう例えばメッシだとかネイマールだとかクリスチャーノ・ロナウドとかも明らかに有名な選手のプレーってイメージが起きますけど、なんか全然地味な選手のとかっていうのはイメージが伝わらないと同じように、はい、その動きだったり姿勢だったりも誰でも知ってるワード、隙間っていう存在、別になんかどこどこの隙間とかって絶対使いますし、ドーナツ食べたことない人多分いないと思いますし、っていうのでなんかイメージの共有がしやすいかなと思って、はい、いろんな年代とかを見てるからこそというか、はいはい、使わせてもらってるっていう感じです。はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい。